ただ、ノーとうただ、ノーとうとは、アメリカ合衆国を中心に展開された、ドラッグ撲滅の広告キャンペーンである。ノーと言える、様々な方法を提供することで、子供たちがノーを思いとどまらせることを目指した。このスローガンは、アメリカ合衆国大統領、ロナルド・レーガンの夫人で、アメリカ合衆国のファーストレディであるナンシー・レーガンが、発案、講演した。 の広告キャンペーンは、アメリカ合衆国にあるの社会心理学教授である、リチャード・ E ・エヴァンスが1970年代に開始して、アメリカ国立衛生研究所に指示された薬物乱用防止プログラムから発した。エヴァンスの社会免疫モデルには、仲間からの教養やその他の社会的影響に抵抗するためのスキルを向上させる指導も含まれる。 アメリカ全国で学生が行った大学のプロジェクトもキャンペーンに関係していた。ナンシー・レーガンは1980年の選挙キャンペーンの一環でニューヨーク州村を訪問した時に若者にドラッグの危険性について教育する必要性を考えるようになった。彼女は1981年にドラッグがあなた方のお子さんに何をもたらす可能性があるのかを理解し、 仲間からの圧力を理解し、彼らがドラッグに依存する理由を理解することは、問題解決の第一歩になますと述べた。は、ナンシー・レーガンがカリフォルニア州オークランド市内のロングフェロー小学校を訪れた時に最初に使用された。1982年に女子児童からドラッグを提供された場合にどういった対処すればいいかと聞かれた彼女は、ただ、 どうとようと返答した。学校内ののクラブ組織や反ドラッグプログラムの学校運営はその後すぐに一般的になり、若者たちはこういった学校でドラッグの誘惑に負けない誓いを立てた。キャンペーンにおける自身の取り組みについて尋ねられた時にレーガンはあなたがたった一人の子供を救えた場合、それだけの価値がありますと答えた。彼女はアメリカ国内にどまらず、 他の数カ国も旅し、その合計は25万マイル、40万キロメートルに達した。センターや虐待防止プログラムを訪問した。また、トークショーに出演し、公共サービス情報が掲載され、ゲストで記事を執筆した。1985年や秋までに彼女は23のトークショーに出演し、グッドモーニングアメリカの1983年10月の エピソードの共同司会者を務め、PBS の薬物乱用に関する2時間のドキュメンタリーで主演した。また、レーガンは1983年3月放送のアーノルド・ボーヤは人気者のエピソードに出演し、反ドラッグキャンペーンについて話すために学校を訪れる彼女自身の役を演じた。1985年にロックのミュージックビデオのスポンサーになった。 1988年に発売されたラトーヤ・ジャクソンのアルバムにはが収録されている。1985年からレーガンはキャンペーンの国際的展開を図った。彼女はこの年にワシントン DC にあるホワイトハウスで薬物乱用についてのファーストレディ会議と題した会議のために30の様々な国のファーストレディを呼び寄せた。その後彼女はスピーチを行うために 国際連合に招待された初のファーストレディになった。の、キワニスクラブインターナショナルや、ナショナルフェデレーションオブペアレンツフォーアドラッグフリーユース、後の,のも、レーガンの大義を推進するために協力た。キワニスは、ナンシー・レーガンの肖像と、スローガンが書かれた2000以上の看板を設置した。アメリカ国内外の5000以上に上る学校や、青少年団体で、のクラブが設立された。 多くのクラブや組織が現在もまだアメリカ全土で活動を続けており、幼児やティーンエイジャーにドラッグの影響について教育することを目的としている。は1986年の BBC によるキャンペーンを契機に海を越えてイギリスまで波及した。これは子供向けの人気テレビドラマにおけるヘロインの依存症のストーリーを中心に展開した。 出演者たちがオリジナルのアメリカのキャンペーンソングにラップを追加してカバーしたはイギリスのトップ10にランクインした。ナンシー・レーガンの一連の努力はドラッグ使用についての国民の意識を向上させ、ドナルド・レーガンのアメリカ合衆国大統領、人気中にが大幅に減少したものの、ドラッグの使用の減少とキャンペーンの直接的な関係を確立することができなかった。 ミシガン大学の社会調査研究所が行った調査によると、違法薬物を使用する若者が1980年代に減少した。マリファナを使用する高校の最上級生の割合が1978年に50.1%だったのが、1987年に36.1%に低下し、1991年には12%にまで低下した。 他のドラッグを使用する生徒の割合も同様に減少した。幻覚剤の使用は11%から6%に、コカインの使用は12%から10%に、ヘロインの使用は1%から0.5%に低下した。キャンペーンに対する批判は少なからず存在した。一部の評論家はドラッグに対する意識を向上させるためのナンシー・レーガンの取り組みについて、 不完全なキャッチフレーズが原因で解決策が単純化されてしまったとの落印を押した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。